村上さんにライトな気持ちで伺いたいというか、ちょっと思った才能って何だろうと思ったのがですね、競輪の若い選手たちがまた今出てきている中とか、ナショナルの選手が活躍している中で、才能という言葉について少し村上さんのこの思うものを聞きたいんです。才能、まあ競輪選手になる人はね、本当にある程度の才能ある人ばかりだと思うんですけど、まあ環境によってはその才能がこう、スポイルされる場合もありますね。はい、それ以外まあまあ、トレーニングもいろんなことが、その理論がね、いろいろと表に出やすい時代ですから、まあそういうのを参考にして、みんなもともとのそういう才能を出せてるんじゃないですかね。そのこっちのイメージですと、村上さんやっぱりその古き良き根性じゃないですけど、その才能あふれる人たちにこう立ち向かうイメージもあって、その羨ましいと思ったりっていうような選手はいたりはしたんですか。まあその自分と比較して才能が豊かな選手っていうのは確かにいるとは思うんですけど、自分自身もそのじゃあそれがないかっていうのはね、まあ持ってると思うので、まあその精神力に関しては備わってることがやっぱりプロの条件ではあると思いますし、甘いことは言ってられないかなと思います。特にもう最近やっぱりこのナショナルが輝いているという部分で考えて、その自転車の難しさもあるんでしょうけど、競輪選手としての完成度とかいろんなことを考えると、そのなんか才能という言葉にちょっと引っかかったものがあった。そうですね、まあ、それだけ努力したんですけど、いきなり何もせずに才能が開花したわけじゃないでしょうし、そういうものってね、やっぱり身近にもう長い間ですよ、いろんな選手とこう話したり戦ったり、もう吸収するものがやはりあるんです。まあ、そうですね、そうです。自分自身も自分の持っている才能をできれば 100% で経験を発揮したいとずっと思って取り組んできましたし、逆に自分が羨むようなその才能を持っている人も、その花開くことなく終わっていった選手をたくさん見てますし、まあその人がどう考えてきたのか、どういうふうに競輪に取り組んできたのかっていうのを、まあ、反面教師にする部分もありましたし、本当にそのたまにはこういう話を言ったら、ちょっと村上さんにいろんなこう今まで感じてきたものをこう少しずつでもこう聞き出していけたらなと思っているんですよね。何を聞くか決まってないんじゃないですか、ね、いや、その才能というか才能ということについて、ただ結局村上さんにふさわしい言葉かどうかすら怪しいっていうんですよ。あまり人が決めることで才能が 強ければ、早ければ才能があるって言われるし、すぐ出ればとか、ね、その強くなる時期が遅ければ努力の人って言われるし、そうですね。でも人それぞれその目指すところが違って、まあ、時間をかけて作り上げていく選手もいれば、すぐにこう結果を出しに行く選手もいるやろうし、まあ、それで出し続ける選手ももちろんいますから、それはもうそれをね、強くなる時間を才能という言葉で片付けるのはあまりにも簡単すぎると思います。ドリームレースに山田秀明さんが今度初めて上がったときに、その、まあ、我々も取材している中で才能があると感じるタイプではなくて、努力だけでこう積み上げてきた選手がそのドリームまで来たっていう、なんかこう喜びっていうんですかね、ちょっとそういうのを感じるものがあったんですよね。そうですね、その、まあ、もちろんその身体的な
それはしっかり持ってたんだと思うんですけど、自分のスタイルをこう確立するのに、ね、パズルのピースを埋めていくような努力をやっぱり積み重ねてきたんだと思いますし、まあ、そういう努力を積み重ねられる選手はね、トップで活躍するっていうのは、まあ、これから、ね、選手になる人、まあ、今若手、はい、日本になると思うし、それは素晴らしいことだと思います。ちょっといろんなものをまた、特に若い世代、高校生ですごくこの前なんかインターハイだとかジュニアオリンピックカップなんかでこう活躍しているなんか結果なんか見ていると、ぜひ競輪目指してほしいなと思うので、そういう競輪の良さをぜひもっと伝えていきたいなと思います。また今後ともよろしくお願いします。